皆さんこんばんは。元男の子の青木かのんです。タイトルにもありますが、青吉日記始めます。イエーイということで、これ何の企画っていうことなんですけど、いわゆる紙芝居方式で動画を作っていこうかなと思ってて、でもこの企画多分たまにしかやんないかなっていう感じなんですけども、早速やっていきましょう。本日は私が以前勤めていた新小岩の三代目しげぞうっていうお豆腐屋さんに売っているシュークリームを買いに行くの巻なんですけども、で私は今都内住んでて、で新小岩まで行くのってあれなんですよ、秋葉原駅からその総武線乗んないといけないんですよね。だから私今こうやって総武線乗るとこです。でこれマスクしてんのあれですよ、花粉がひどすぎて。全然芸能人ぶるなんてまだまだそんな早いよ。でこんな風に昼間なんですけど結構人いるんですよ、秋葉原駅。そしてここよく見てください、津田沼って、わ懐かしいなってすごい思ってて、当時私は千葉県の方によくバイト行ってたんですよね。新小岩って言ったら、まあ都心に向かうのもいいんだけども、どっちかというと船橋とかそっち方面近いんで、その辺りでバイトしたりとか、まあ、いろんなことやってましたね。何やってたんだろう。電車乗り込みますよ。ほら乗った、ね、反射して見にくいけど、これ新小岩何分ぐらいなんだろう。多分10分ぐらい到着するんですよね。で次は浅草橋っていう感じで行ってます。でなぜか私は錦糸町駅で降りちゃうんですよ。全く予定もしていなかったんですけど、錦糸町駅降りて、これは液晶用のウェットティッシュですね。やっぱり YouTuber ってこの画面を拭いたりとかねするわけですよ。いや私だけかもしんないけど、そう、それで待って、このタイミングバッドタイミングだ、ちょっと待ってくださいね。30分延長できますか。はい、お願いします。マジか、さっき電話でさ30分延長してくださいっていうつもりかけたのに出なくてさ、こんな時にかかっていくの本当だよな、本当に。はい、これはそうです、錦糸町で、で降りたからもう一回すぐに電車乗んなきゃいけないじゃないですか。で乗りました。そしたらこうやって間もなく新小岩で無事着きました。懐かしいんですよ。だって私新小岩住んでたの3年ぐらい前なんですけども、23歳か、そうだな。でだいぶ駅とか変わってんですね。これちょっと映像をお見せしますが、こんな綺麗になってんの。なんかね、私の地元中目黒にちょっと似てる、この構造。ちょっとびっくりしてこういう顔してるんですけどもね。駅前です、こちら。いやいいね、やっぱりいいな。この商業ビルの留学とかよくお母さんと言ってましたよ。そう、当時付き合ってた彼氏とお母さんと妹となんか4人で行ったんだよな、懐かしい。今駅前もなんかこんな感じでどんどん変わっていくんだろうな。で本日のお目当てがある三代目しげぞうはルミエールっていう商店街の中に入ってるんですけども、ここでちょっと記念撮影で、なんで私がこのビッグエコーをフォーカス当てて撮ってるかというと、以前私がなんか歌動画初期の頃かな、なんか出してたんですよ、2014年ぐらいの時で、その動画ここで撮ってたの。めっちゃどうでもいいけど懐かしい、本当に。してこちらルミエールですね。結構綺麗に撮れますよね、このスマートフォン。いいね、これ。あ、これも動画か。紙芝居方式って言っておきながら動画出してるの、キョロキョロしてる。じゃここが ABC マート、何なんだろうこれ。じゃとりあえず気になったものを片っ端から取っていったんですよ。 ABC マート、私が初めてレディースもののこのコンバースを買ったところです。だから取りました。で他の人からしたらね、もうどうでもいい内容なのに、私にとってはね一大イベントだから。レディースのスニーカー初めて買ったお店ですよ、通販以外で。そんなね一大行事はありません。でこれ、あ、これもなんかよくわかんない、とりあえず撮ったね。お菓子の町岡、これバイト帰りによく買ってたんですよね。ここでいっぱい駄菓子買って家で食べるみたいな、うん、よくしてた。あ、これいいんじゃないの、漏れてない、マスクしてるけどかわいい
髪の毛もねいい色に落ちてきて、ちょっと落ちてるんですけどね。でびっくりしたのが、このペッパーランチってなかったんですよ。私が住んでた時はなかった。もう こんな風にねどんどん新しくお店が変わっていくんですね。そして横にセブンデイズっていう、ここはどっちかってなんかフリマみたいな感じのとこで、私はここで当時飲み屋でも働いてたんで、なんかお客さんの誕生日プレゼントをここで100円でね、置物、ブルドッグの置物買った記憶がありますね。もうこれはもう黒歴史です、絶対に言えない。でお次が100円ショップ、これあれだな、私がしげぞうで働いてて、その豆腐屋さんね、でこの 5,6 軒隣にしげぞうあるんですけども、休憩時間とかにここになんかチューペットとかなんか買いに来たんだよな。夏は暑くて、なんだろうそのドアとかがないんですよね。もうお客さんがすぐに商店街からこう流れ込んできやすいように、もう常にお店は全開だから、真夏とかすごい暑いんですよ。だそこでこれをアイス買ったりしてましたね。で着きました、しげぞう。でそんなこんなでいきなりあれなんですよね、視聴者さんに声をかけていただいて、娘と見てますっていうことで、もうすごい嬉しかったですね。ありがとうございます、娘さんによろしくお伝えください。で正面からここしげぞう、なんかお店の雰囲気変わりましたね。もっとねボロっちかったんですよ。なんか青い看板で、あ3年でこんな変わるんだなって言って、私はもうここめちゃめちゃ遅刻しまくって、で自転車でなんかタクシーにはねられましたっていうね、嘘の言い訳を使ってね、大遅刻を免れたことありますよ。でなんか昨日それをね、ツイッターつぶやいたんですよ。あ、その件言ってない、今暴露しちゃったんだけど、昔のバイト先しげぞうなんですよみたいな、したら公式ツイッターさんからね、なんかいいねみたいに来たんですよ。載せときます、ありがとうございます本当に。してお目当てのこのシュークリームありますかって店員さんに聞いたら、買ってくれないね、シュークリームね、ね、シュークリームよりね、その豆腐丸ごとシリーズって言って、はい、豆乳でクリームチーズ作ることに成功したんで、はい、それをベースにした、はい、ケーキシリーズに今会社が凝ってるんですよ。凝ってるんですね。なんかおすすめあります？で今このティラミスっていうのが10月に販売した時に大人気の商品で、はい、終わってたみたいです。ちょっと残念ですね。ただそれ以外に、おすすめのこのなんかスイーツがあるからって言ってね、教えてくださったのが、ティラミスと、あとプリンで、どっちも豆乳、なんか豆腐プリンとか、そんな感じで豆腐ティラミスみたいな。で買った後はこのにやけ具合なんだけど、マスクでちょっと隠れちゃってるんで何とも言えない表情ですけど、そう、さっき言った青看板ってこのことですよ、しげぞうって、これ懐かしい。で私がよくその外で物を買った時に、なんだろうな、食べたい時は結構カラオケボックスに行くこと多いんですよ。30分コースとか使って、まさに今ねこのディーズえディダダ新小岩店にいるんですけども、ここいいところがこれなんですよ。持ち込み OK なんですよね。カラオケ屋さんによってはその持ち込み禁止のとこがあるから、ここすごい親切で、もうよく行ってました。でこんな感じにこうやってでフロントでちょっと堂々とこの袋を、ね、こうさらけ出すっていう、ちょっとドヤ顔ですけどやってますね。で今私まさにここでナレーションしてますちょっと寂しいでしょ一人でホワイトウォーター飲みながら。であれでもうまいんだよな、ホワイトウォーターって。なんでこんなうまいんだろう、カルピスより美味しいよ。でこれ、今から食べるぞって意気込みの顔ですちょっと綺麗じゃないこれ。そう、今日私はねアイメイクしかしてないんですよ。マスクするからファンデーションをこの目の下、ファンデーション塗ってますよ。顔っていうか、その 目元だけしか塗ってないですけどね。だから顔から下は何も塗ってないです。でこれティラミス、うめさいいね。でお次がこれ、なんかボケ具合が、そうスマホでポートレートモードっていう一眼レフっぽくこのボケた感じの写真撮る機能使ったのに、なんでティラミスそんなボケないんだろうなみたいな感じで、これがプリンです。豆腐プリン美味しそうです。まずお先に豆乳ティラミスから食べましょう豆腐ティラミスだ、もうグダグダだなこの動画。で開けるとこんな感じで、
なんていうの、野球のそのグラウンドみたいな、まあそんな感じに見えますよね。でほじくってみるとこんな感じです。これスポンジに見えますよね。全然違います。これムースっぽい感じなんですよね。でびっくりしたのが結構深いじゃないですか。全部ムースでした。じゃあいただきます。あ、まだ食べてなかった。ナレーションってここが難しいんだよな、うん、そう、これ本当に美味しいなっていう顔してます。で、いただきます。パク、あ、美味しいっていう、そういう顔です。なんだかのか、これ結構、ね、中までこうぎっしり入ってるんですよ。これがね、すっごい美味しかったですよ。なんか、私ティラミスとか本当に好きじゃないんですよ。これね、また次買いますかって言われたら、確実に買います。で、私は豆乳も飲めない人なんですけども、全然いけます。美味しい、すごい美味しい。で、これ美味しいなって、もっと食べたいっていう顔。これいいですね。なんかあれ、なんかファンデーション塗ってない方がちょっと自然体みたいに見える、もしかして。ね、これ、はい、わかんない、もうダメだダメだ、ナレーションのしようがない顔ばっかやりやがって、本当に。でもこれもとりあえず食べます。あ、食べ終わった。ダメだ、難しいぞナレーション。どうやってみんなナレーションしてんだろうな。私もうあれだな、世界丸見え大発見のナレーション、うち無理だ、オーディション落ちた。で、最後、じゃああれだな、そう、これは覚えてるんですよ、なんで撮ったのか。結構散々ちょっと間抜け面みたいな写真を撮りまくったから、最後ぐらいはちょっと名誉挽回ということで、可愛く意識して撮りました。どうでしょう。はい、お次は、プリンですね。これも美味しいんですよ。あ、行っちゃった先に。いや、まだ食べてないよ。これ本当美味しいのかな。なんかね、私はそんなに美味しいと思わないけどね。そんなに、ほら疑ってますよ。お前本当に美味しいのかって、うならせてみれるかって。で、食べます。パク、なんだこれは、こんなに美味しいのかって言って、もう手を離しちゃって、もうスプーンだけなんかこんな感じ。うえ、美味しい、本当に美味しかった。あのね、これは脱帽です。さっき店員さんがそのデパ地下にあるプリンと引きを取らないって言ってたんですけど、むしろ勝ってます。ね、なんて言えばいいんだろう、最初その上の方をすくった時は、あ、ちょっと弾力あるプリンで、まあ美味しいかなみたいな、卵プリンっぽいなみたいな。でもね、中の方がトロットロなんですよ。よくあるその滑らかプリンとかあるじゃないですか。なんかね、そんな感じで、後味もしつこくないし、もうちょうどいいんだよね。本当にびっくりした。これは本当美味しかった。で、これもうあっという間に食べちゃった。本当もうなんか写真撮りたくないなと思っちゃったんですよね。食べるの集中したいなって。それでもうすぐにね、他のショットがないんですけども、まあこんな感じで昼にスイーツ2個完食っていう、もう朝おにぎり食べたのに、まあ、こういう、動画でした。たまにはどうですか、こういう紙芝居方式っていうか、青吉日記、今やっていこうと思います。評判良ければですよ。まあ映像ありきだと思うんで、本来だったら、皆さんコメントよかったら感想書いてください。ぜひ三代目シーケゾ行ってみてくださいね。いろんなとこにチェーン展開してるんで、おすすめということで、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。なるべく高評価押してくださいね。そう、高評価多いとおすすめ欄に載りやすくなるんで、お願いしますね。あとは、Twitter、Instagram とサブチャンネル、青木かなの秘密箱も画面の下貼ってありますので、ぜひチャンネル登録お願いします。今毎日投稿中です、サブチャンネルも。ということで、また次の動画でお会いしましょう。
月日私は僕いつになっても居場所探しで埋もれてゆく夜空の下